悪いよね、嫌いなの。どういうことなのあれ、ちゃんと説明して。恋は出会い頭の事故である。それは突然訪れ、しかも多かれ少なかれ、心に傷を残す西洋のことわざ。私の初めてのキスは血の味がした。新入生の秋は1年 A 組入江直樹。私たちは今日このセントトナン学園に入学し、共に学ぶことになりました。先生方のご指導のもと、互いに切磋琢磨し、好学心向上心を培い、人生の続きとなりこの貴重な3年間。私は初めて入江君に会ったその日から運命を信じることにしました。あの運命的な出会い以来、入江君への思いは私の胸の中で日々大きく膨らむばかりで、あの衝撃的な激突キスの時に折れた歯を差し歯に変えたんですが、入江君を見るたびにその差し歯も切なく薄くのでした。これよりセントトナン学園始まって以来の IQ200 を持つという超天才の入江君は、勉強も当然いつも一番で、おまけにスポーツも万能で、女生徒たちに憧れるもと。そんな入江君は頭も良くない、これといった取り柄もない私なんかには到底手が届かない人かもしれない。だけどこのラブレターに書き続けた2年間の積もりに積もった入江君への私の気持ちだけはどうしても伝えたい。私はとうとう決意しました。高校3年の私の18回目の誕生日に、2年分の片思い、どうか受け止めてください。あの私、 F 組の入江の相原琴子です。3年 A 組出席番号3番、入江直樹君ですね。何お前、あのこれ読んでください。いらない。ちょっと待って。俺頭の悪いような嫌いなんだ。お気の毒ね。どうしたんや、子供。まあ、固まっとんだよ。見事にコッパだったね。失恋記念の写真になっちゃったか。おい、どういうことやそれ。子供、おい子供、まだおい子供。バイバイ。どこ帰ろうよ、子供。重傷だよ、子供。忘れろよ、頭の悪い女は嫌いだなんて言われたんだよ。だって頭が悪いの当たってるもん。まだかばんね、あの男。コトコってばマゾラブ。入江君に限ってはそうかもしんない。だって2年間も思い続けてきたんだもん。頭の悪い女嫌いだなんてくれちゃ諦めきれないよ。もういい加減目覚ませよ。所詮 F 組のあんたの手の届く相手じゃないんだから。そうそう、あいつは A 組の中でも学年トップの超天才。悔しいけどコトコには似合わない。直樹ったら、あれがお似合いのカップルってやつ。ああ、最悪のバースだ。
これ持ち出すのがやっとだった。母さん。母さん、燃えちゃった。俺たちはとことんついてない親子だな。あの家新築して3日だぞ。3日。それにお前の誕生日だっていうのに。うん。本当に私不幸の塊。お前には苦労ばっかりかけて本当にすまない。やだ、お父ちゃんのせいじゃないよ。なことこ、お父ちゃんな、もう一度頑張って家新築するからな。それまですまないが、この2階で我慢してくれるか。そんなの当たり前よ。私はどこに住もうが平気だから心配しないで。あ、すいません、今日はしまいにしたもんで。しげさん、よかった、無事で。待って。ああ、もう探したのよ。はい、はい、よかった、しげさん、心配したのよ。お父ちゃん、昨日、マジで家泣き込みになってしまいました。2番目 F 組の愛原子どもさんに、皆さん愛の手をまとめてやってください。2番目 F 組の愛原子どもに愛の手をちゃんと向けやってください。何してんだよ。何言って、募金活じゃんけ。ほら、結果集まってんで。何言うとんねん。コトコの服は俺の服。こういう時はこの金之助に任せればええねん。コトコ、大丈夫？大丈夫？何でもいいなね。私たちはみんなで応援するから。よせ、早募金活動せんか。そうだ、はいはい。ねえ、あの子、昨日入れ区に振られた子じゃない？何、家まで燃えちゃったわけ？悲惨。いるんだよ、服を絵に描いてるやつがさ。おいで。うわ、かわいそう。このかわいそうな相原コトコに愛の手をよろしくお願いし、お前か、キノコとか振ったんは。知らない。知らんで、男はな、お前にはもったいないほどええ女やねんぞ。分かってんのか。そうだよ、分かってんのか。分かんない。血も涙もない人間、あいつ。災難続きね、気の毒に。結構です。そうね、あなたに関わってると不幸が伝染しそうだものね。いや、何言うとんねん。そんな不幸ぐらいな、俺が引き受けたる。俺に言って、俺に。すっごい。しげさん、まっちゃん、やっぱりまずいよ。何言って、おい、コト、帰ろう。チロチロ見るの失礼だろ。すっごいって。さあ、どうぞ。ご挨拶よ。おばさん、しばらくお世話になります。しばらくだなんて言わないで、ずっといてくれていいのよ。いやいや、そういうこと。あ、こんにちは。こんにちは。ほら、ゆうき、ご挨拶は。あ、ね、座って、座って。うん、失礼して。ちょっと質問があるんですけど。あ、宿題？いいわよ、何でも聞いて。これなんて思うんでしょう。ん？ほら、牛のほら、あ、これは、そう、うん、な、鍋牛。そういう牛がいるじゃん。鍋牛。これはね、鍋牛かな。これはね、カタツムリって読むの。高校生のくせにこんな字も読めないのか。こら、ゆうき。いいんだよ、まっちゃん、こいつ本当に勉強できないから。ほら、だけど気立てはいいやつなんだ。それだけは自信。分かってるって。コトコちゃん、すっごくいい子よ。
しげさん男で一つでよくここまで育ったわね。あっちゃん分かってくれるか。うん、私としげさんの仲じゃない。ただいま。あ、お兄ちゃん。上の子なの。ご挨拶。お兄ちゃんお兄ちゃん、ほら火事にあった相原さん。ボーボー燃えちゃいまして、お世話になります。うそ。挨拶をしろ。琴子ちゃん。琴子。琴子。本当だ。私帰ります。どこへ？ないんだろ。私たちの若い頃みたいじゃない、お父ちゃんだってな、高校生の時はどこ行く時でもいつも三人一緒でな、なんちゅうんだから明日に向かって打てみたいな。そうそう。何それ。だから男二人と女一人の友情っちゅうかな。あ、ドリカムね。え、なんだそれ。ドリカムよね。これおい、なんだな、失礼だろお前。ゆりちゃん、今になってこんなに世話になるとは本当にありがたいと思ってるんだよ。水臭いよしげちゃん。俺としげちゃんの仲じゃない。しげちゃん、しげちゃん、はい、ありがとう。そうよそうよ、しげさんとことこちゃんさえよかったらずっとこの家にいてちょうだい。いや、そういうわけよ。男の子なんて大きくなったら早やとる。ちょっといてくれないんです。こっち、ここがね、ことこちゃんのお部屋よ。さあどうぞ。どう、気に入った？私ね、ずっと憧れだったのよ、こうやって娘の部屋飾るの。お洋服もね、琴子ちゃんにね、こんなの似合うんじゃないかなと思って。ほら、どう、あ、やっぱり似合う、いい感じ。うるさい。ごめんなさい、それ私の荷物。こういう時はありがとうって言うんじゃないよ、普通。ありがとう。なんなのよ二人とも。ゆうき、お姉ちゃんができたと思ったら嬉しいでしょ。やめてよママ、僕は自分の部屋がなくなっただけでもショックなんだから。この部屋はゆうきの部屋だったんだよ。そうだよ、今じゃお兄ちゃんと一緒の部屋だからすごく不便してる。ゆうき、荷物ここ置いとくからな。お兄ちゃん、朝も私やっぱり。やった、琴子ちゃんはね気にしなくていいな。さあね。でも琴子ちゃんね、知らないでしょうけどね、私ね琴子ちゃんのこと抱いたことあるのよ、琴子ちゃんが赤ちゃんの頃。そうなんですか。私ねずっと女の子が欲しくて、琴子ちゃんのお母さんが羨ましかった。琴子ちゃんのお母さんが亡くなって、しげさんたら黙って引っ越しちゃって、どうしてんのかなって気にしてたのよ。そしたらこんなにすくすく育って。ね、おばさんのことお母さんと思って。まあまあって呼んでもいいのよ。ね。ね、ここは自分の家だと思って何にも遠慮しなくていいからね。ね。はい。一緒に住むことになるなんて。でも
いくら家くんだって。ドア開いてた。これ。あ、それは。なせよ。ごめんなさい。これだけは言っておくぞ。お前たちがしばらくこの家にいるのは仕方ない。親父もおふくろもあんなに盛り上がってるし。けどな、俺とお前には全然関係のないことだし、はっきり言って迷惑なんだ。そんなに、そんなに私のこと嫌いなの？あ、私も入江君のこと嫌いになれれば楽なのに。嫌いにさせてよ。バカ。行ってきます。あげたわ。分かってるとは思うけど、一緒に住んでるなんて学校で絶対に誰にも言うなよ。わかってます。声かけるのもやめてくれ。かけませんよって絶対。それから俺の半径2メートル以内には近づくな。わかった、わかりました。1メートル、2メートル、これぐらい離れてればいいんでしょ。離れたわよ。さあどうぞ行ってください。2メートルでしょ。1メートル、2メートル、そしてこれは口。うりゃお前本当バカだな。何そんなに急いでんの。遊び行かない、一緒に。いいです、学校ありますから。そんなのサボりゃいいじゃん。話してください。入江くん、入江くん、入江くん。おい、ちょっと待ってや。いや、俺飲んのに何か用か。おい、ゲーロねえ、言葉なんよ、お前ら。あんのかい。ちょっと入江君、見てたんでしょ、さっきの。声かけるなって言ったろ。人が困ってる時ぐらい助けてくれたらどうなの。それでも男。困ってたのか。お前のレベルにぴったりみたいな。何よ、成績芸人がそんなに偉いの。そんなに立派なことなの。そりゃ私は F 組よ、成績良くないわよ。だけどそれが何だっていうのよ。たかだか試験の結果じゃないの。私だってちょっと本気出したらあんたなんかすぐ追いつけるんだから。すぐっていつ。そのうちよ。とにかく今度の中間テストで100番以内に入ってやるから。100番に入ってあんたと同じ掲示板に載せてみせる。勝手にどうぞ。やるわよ、やってみせるわよ。男、あんた気は確かなの。100倍以内なんか入れこないじゃないよ。今まで F 組で100倍以内に入れたのなんか一人もいないんだよ。私が歴史を塗り替えてやる。私も楽しみにしてるわ。宝くじで1億円やってる以上の確率だと思うけど。それ以上じゃないか。見てなさいよ、絶対に田舎に返してやる。あやだあやだ。お前
でもチャレンジが大事だ。打倒入り頑張れ。はい、頑張ります。よっしゃ。心配あらへんで、全部やっつけたった。おおちょっとみんな、なんでこんなことに。いつまでいるんだろう、あいつ。ああ、そのうち出ていくだろう。なんかあいつ疫病神みたいだな。疫病神か、そうかもな。ダメダメ、ダメ、わかんない。ああ、私本当にバカなのかもしれない。頑張ってるわね。はい、お夜食。あ、すみません、ありがとうございます。お夜食なんて作るの初めてだから、なんだかワクワクしちゃった。初めて。じゃあ入江君には。ああ、お兄ちゃんは勉強しないの。え、入江君って勉強しないんですか。そうなのよ、我が子ながら可愛くないわよ。なんでもできちゃって。たまには親にドキドキハラハラさせてくれてもいいのにね。入江君って本当に天才なの。えらいこと言っちゃった。ん、どうかした。え、なんでも。あ、ねえ、お勉強わからないところがあるんだったらお兄ちゃんに聞いたら。ね、今呼んでくるわ。あ、いいんです、いいんです、自分でやりますから、自分で。おはようございます。おはよう。行きます。あら、お兄ちゃん、ことこちゃん待っててくださいよ。今日はちょっと用があるから。間違ってるぞ、それ。それ？これみたいよ。やっぱダメか。ごめんね、ことこちゃん。私のせいで嫌な思いさせて。あ、やだ、おばさんのせいなんかじゃ。うんうん。お兄ちゃんの女嫌いはね、私のせいなの。え？うっそ。これ入江か。そうなの、かわいいでしょ。でもどうしてこんな。私ね、女の子が欲しかったんだけど、生まれたのは男の子でしょ。それでがっかりしたんだけど、ほら、女の子の洋服着させたらそこらにいる女の子がずっと似合うじゃない。それでついね。そうなの、それで女嫌いになっちゃったみたいよ。だからね、私のせいなの。でもね、可愛かったのよ。惜しかったわ。私、おばさんにお願いしたいことがあるんですけど。あら、何？何でも言ってちょうだい。実はですね。相原さん。何？相原さん。ちょっとどうしたのよ。付き合ってもいい人が言い出すんじゃないでしょうね。ことこやり。おい、今さらことこに惚れた言うたかって遅いねんぞ。相原さん、ちょっとカバン持って。お、おこら、行くな、ことこ。お、ことこ。お袋のやつ間違えたみたいなんだよ。本当だ、ありがとう。何渡してんだか全然わかんねえ。愛のプレゼント。あ、もうやろ。はい。たく紛らわしい、お前なんかと同じ学校で。そうね、制服間違えちゃったりしたら困るもんね。ドキドキスカートが恋しくなったりしてね。何言ってんだお前。じゃん。なんでお前持ってんだよ。
どっから引っ張り出してきたんだそんなもん。おばさまにいただいたの。入江くんってかわいい。おふくろのやつ何考えてんだよ。返せよ。いやよ。は？天才にも弱みってあるのね。お前脅迫する気か。返せよ。あの野郎。条件があるの。何？中間テストまでの1週間私に勉強教えて。俺が？お前の？そう、私を100倍内にしてくれたら完璧。断る。そんなの無理に決まってんだろ。じゃあこれをコピーして学校中。分かった、分かったからやめろ。本当？ああ、今日から1週間だけ教えてやるよ。やったー。だけど100倍以内の保証はしないぞ。勉強するのはお前なんだからな。分かってます。やったー、やったー、やったー。あんた野郎、なんだって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 、つけてほしいって。なんでもないの。あ、そう、勉強勉強。どこ、まっちゃ ん料理のセンスあるよ。うまい、これ。本当？嬉しい、プロの板さんに褒められるなんて。いやいや、まっちゃんだし温かい味がする。うん、やったしげさんったら。本当だって。あ、ね、そうだ、ことこちゃん、今夜の夜食何？適度なカフェインを含んだ消化がいいもの。うん、お兄ちゃんに聞いてないでしょ。二人分、彼女の部屋に持ってきて。え、何？お兄ちゃんも勉強するの？ああ、すごい。お兄ちゃんが勉強するなんて初めてなのよ。さすがことこちゃんね。僕もお兄ちゃんと一緒に勉強する。お前はいい、行くぞ。はい、ごちそうさまでした。ナイくん、よろしくお願いします。頑張って。それで何からやる？苦手な科目は？え、まあ、何緊張してんだよ。まあいいや、とりあえず数学からな。まずはこれでもやってみろ。これができれば80点は勝てんな。どうして、どうして点数が勝っちゃうの？ A 組だからな。あ、そうですか。ほら、やってみる。時間だぞ。まだかよ。途中でいいから。あ、待って、なんだよこれ、全然違うじゃねえか。どうやったらこんな間違いできんだよ。公式はどうした？公式は、公式って？お前授業中何聞いてんの？だってお前の頭の中一度割って見てみたいよ。お前はいい、そこ置いといて。はい。しげさん、しげさん、全然違う。昔の私たちみたいな。なんでそういう計算ができるの？そうかい。説明しようよ。どこだ。バカだなお前。だけど、こんなのやつ大丈夫かな。あいつ本当に勉強は。大丈夫よ。愛の無知ってやつよ。次やったの。ね、うちっては、俺昔よくまっちゃんに怒鳴られたな。そうなんだ。何してんの？しっしっしっ、だからな、あなた、なお兄ちゃんがあんなに熱血してんのって初めてじゃない？うん、珍しいこともあるもんだね。愛のムチよ、あれが。いいじゃん、ムチって言えばさ、ほら、学生祭といいさ、ムチしたはめってさ。うるさいんだけど、邪魔しないでいただけますか？こっそ、ごめんなさい。ソンビー。むちゃむちゃ。ね、まっちゃん、むちゃいわ。Thank you.
晩中かかってたった2問かよ。ごめんなさい。宿題だ、夜までにやっとけ。じゃあいい。あ、やります、やります。ってば。ゲはこっちだよ。Just then, a boy ran after him and called. できた。できたよ、リエ君。ごめんね。寝不足になるよね。勉強見てくれてありがとう。シャッターチャンス。やだ、遅くなっちゃった。お礼言おうと思ってたのに。ねえ、子供ちゃん、子供ちゃん、お父ちゃん、いよいよね。頑張ってね。これお守り。ありがとうございます。ねえねえ、終わるまで開けちゃダメよ、聞かなくなるから、うん、はい、行ってきます。行ってらっしゃい。頑張れよ。一についてよー、はじめ。頑張れよ。ゆりえくん、頑張る。頑張るからね、あたし。ピッピッピッ、やべえ。はい、ピッコイチ。よし、ごめん、よし、よし、よし。どうだった？どんな感じだった？それがさ、結構できちゃって。結果が楽しみね。どうせ無理でしょうけど。
の、なんだよ。入江くんは寝てるよ。誰かのおかげでずっと睡眠不足だったから。あ、そう。入江くん大丈夫だったのかな。もしも今度のテストで入江くんが一番じゃなかったら、入江くんがちゃんと一番でありますように。なんて見に行かない方がいいって。100番に入ってなかったらまたあの女に闇言われるんだから。ちょっと聞いてんの、ほどこ。おい、リエ、珍しいな、お前発表見に行くなんて。どうせまたお前1番だって。ちょっと、こっちは1番の方じゃない。そんなの見たって仕方ないでしょ、ほどこ。ねえ、よかった。どうした、こっち100番のだぜ。ああ、そうか、例のね。なんだよ、やっぱダメじゃん。バカ、なんか言ったか。いや、おめでとう。さすがね、満点で1位。満点、おー、すごいな、イリエ。残念ね。当然といえば当然でしょうけど。じゃあ、やっぱり。ことこ仕方ないよ。もともと無理だったんだしさ。私、先行くよ。あの、入江くん。私、ごめんなさい。せっかく教えてもらったのに100番入れなくて。効き目なかったね。どういうことですか。うちの相原は100番と同じ点数なのに、なぜ掲示されないんです。いや、まあそう言われても君これ F 組だしさ。教頭先生、カンニングの可能性もあります。なんたってF 組ですから。カンニングでいい点取るような要領のいい生徒は F 組にはいません。あ、それ言えてるかもしれない。後藤先生。先生、これ実験室の鍵です。 ありがとう。子供、心配あらへんで、やることやったんやから。おはよう。みんなもよく聞いてくれ。あやら、お前は同点で100番だった。いや、本当なんだ。掲示板に乗らなかっただけなんだ。すごい、ことこ。やった、よくやった、あやら。お前は F 組の輝ける星だ。乗りたかったな、掲示板。せや、なんでことこの名前が乗らへんねん。なんだ、おかしいよ、こいつ。そうだよ。まあ、そうだな。やりたかったな。大事なのは、とりあえず。入江君と一緒のかな。お前、先生に聞いたか。うん。それ以上近づくな。ありがとう、入江くん。入江くんのおかげで。返せよ、例のやつ。あ、あ、あれね。はい。
前さ、バカだけど根性はあるな。わけじゃないでしょうね。恋は盲目、アバタムイクボ。でも僕はこんなことわざを信じない。疫病神は疫病神なんだ。このままじゃお兄ちゃんの人生は破滅してしまう。嫌な予感がする。走り方までバカ。